吉本ボードゲーム部アイスアーネスト和田です。チャカ山下です。タラリユーです。部長の沖です。はい、始まりました吉本ボードゲーム部。この番組は吉本のボードゲーム好き芸人が集まってボードゲームを遊んでいこうという番組でございます。イエーイ。はい、さあ始まりました。今日もね、はい、始まったんですけど、何ですか今日。 お葬式ですか。はい、会社のリモート。結婚式の二次会ですかこれ。飛び出しですかみんな。何なんでしょう。ちょっとね、部長以外が、ちょっとね、これも後で説明させていただきますのでね、はい、お楽しみにということで、ちょっといつもと違った感じでございますが、はい、はい、まずはじゃあゲストの方紹介したいと思います。今回は捨て星のみっちょんにお越しいただきました。どうぞ。じゃだん。始まってますか。始まってますよ。始まってますよ。お願いします。ちょっと待ってください。あなたが終わらせたんです。どこで終わるか分からへんかったから今。何やこの動機まずで。私のみっちょんです。あーどうも、元気でね。もう元気ありすぎて、これ紹介する前からあのオープニングずっとこうやってましたからね。動いてましたね。確かに映らへんから。映らないから。今からやから。はい、というわけで、ね、沖さん今日は、どんなゲームで遊びましょうか。はい、本日はです。実はちょ、猫。いや、ちる、ちる。猫のタイミングよ。かわいい。ちるのタイミング。みっちょんさん、すいません。あの、はいはいはい、今からっていう仕切るときに、あの、新たな動物。かわいい。今日猫ゴールドって聞いたんですか。いや、違う、猫ゴールドじゃない。違う。もうかわいい。あの、みっちょん動物園の会じゃない。あ、そうなん、動物園の会じゃない。天才みっちょん動物園じゃないんで。カバの歯磨きするっていう企画ちゃうん。おもろそうやな、おい。スーパーステボシチャンネルでやってください。今日は、沖さん、遊ぶゲーム何。今週はですね、ニュースの時間です。ゴールデンでございます。はい、こちら、はい、というわけでニュースの時間です。ゴールデンでございます。はい、こちらのね、ゲームを作られたささみ企画さんからささみさんにお越しいただいております。それではどうぞ。よろしくお願いします。ちょっとかわいい。一番ちょけてた。ローソンの広報の方ですか。これ唐揚げくんちゃうね。あ、違うんですか。唐揚げくんちゃうから。あ、そうです。ささみさんやから鳥ということですね。そうですね、はい、鶏で。かわいい、かわいい。じゃあささみさんね、よろしくお願いします。今日もね、よろしくお願いします。はい、あのこちらのゲームはね、どんなゲームなんですか。ニュースの時間ゴールデンは、はい、ニュースキャスター1人と AT 役複数人に分かれてニュース番組を作っていきます。ニュースキャスターに渡される原稿にはところどころ穴が開いてますので、AD さんたちにはそこの穴を埋めてもらいます。ニュースキャスターはその原稿を笑わないように読み切りたい。 AD は、ニュースキャスターを笑わせたいっていうパーティーゲームになってます。なるほど。ということで皆さんであのニュースキャスターをやって AD をやってでニュースキャスターを笑かすというゲームなので、今回キャスター風で皆さんスーツを。ブーで。なるほど、なるほど。奥さんだけ AD という。似合ってる。嫌やな。めちゃくちゃ AD 感あんな。すごい AD 感ある。これでね。大体な、劇場の進行さんとかも黒い T シャツやから。はい、そうですね。めっちゃこの感じ。多分見えてへんだけで、ウエストポーチかなんかしてますね。しかも、吉本って書いてるのが多分、大型のイベントとかでもらった T シャツ。ゲストがね。ありますね。スタッフって書いてる。小籔ソニックみたいなね。うん、ということでね、はい、まあ、あの沖さん以外もちょっと AD とかやってもらいますんでね、はい、今日はね、はい、行きましょう。さあ、それではじゃあ早速やってみましょうかね。はい、はい、ニュースの時間です。ゴールデンスタート。現場のボードゲームさん。はいはい、こちらゲームのボードゲームですけれども。あー、答えてくれた、答えてくれた。はいはい、こちらもボードゲーム。いや、多い多い多い。なんで2個、はい、2箇所でやってんの。放送事故やろそんなもん。はい、では、ルールを説明していきましょう。今回は吉本ボードゲーム部特別ルールでお送りいたします。まずですね、キャスターを1人選び、読んでもらう原稿を選びます。はい、残りの人は AD となって、原稿の空欄を埋めてもらいます。埋める場所はですね、本来カードを引いてランダムに選ぶんですが、今回は、天の声さんに決めてもらいたいと思います。全ての空欄を埋めたらキャスターに原稿を読んでもらいます。空欄の言葉は、読み上げる直前にお見せしますので、キャスターは笑わないように原稿を読み上げてください。こうやって見せますのでね。なるほど、はい、はい、で最後に、笑ってたか笑ってなかったかで合格か不合格かを決めるという、笑わずに読み上げてねっていうゲームでございます。はい、はい、じゃあね、早速やってみましょうか。
はい、はい、まず最初のキャスターは、ヤマシーにやってもらいたい。マジか、ヤマですね。いやこれキャスターちゃうでしょ。え、何、警察のハッキング担当でしょ。誰が警察のハッキング担当やねん。警察のハッキング担当でしょこれ。サイバー安全か、左手どうなの、左手どうなの、アメリカの方やないかそれ。これが終わったらピーナッツサンドを食べさせてくれよな。作ってるのに今。じゃあ早速ね、あの、はい、山氏さんに呼んでもらう原稿を見てみましょう、はい、こちら、はい、はい、あら、郵便局に強盗犯、今も逃走中。おお、深刻なニュースですよこれ。これはだから絶対笑ったかもな。笑ったら、だからほんまに浮上殺到しますからね、こんな。確かに。ほんまにニュースを読む、タレントが読む時代が来てますから。確かに。というわけで、もうそれはその日を見据えてね、ちょっと山下さん、ね、頑張ってください。そこ喋れば喋るほど想像してまって笑いそうになるんですよ。いやいやいや、大真面目ですよこんなもん。いや、それはもちろんそれは真面目に言わないといけないから。皆さんにあのこのやつで空欄で埋めてもらう場所も設定し、はい、たいと思います。こちら、はい、こんな感じで。おお、うん、2つ。わかりますか。1番が、ゆうか、ゆう、はい、2番がおき、3番みっちょん、4番僕、5番がもう一回ゆう、okay、 はい、6番おきさん、はい、だから2回ある人もおるね。はあ、はいはいはい、はい、なのでそこはもうコンボも決めれるんでね、頑張ってください。はい、さあじゃあ早速やってみましょうかね。はい、それでは空欄を皆さん埋めてください、どうぞ。それでは空欄が出揃ったみたいなので早速ね、はい、いよいよ山下さんにニュースの原稿を読んでいただきましょう。それではですね、はい、ま、あのせっかくなんで AD っぽい沖さんに、あ、今そうだった、急出しをしてもらいます。はい、了解です。はい、いいですか。それでは、はい、お願いします。はい、それでは本番入ります。3、はい、ぽいな、ぽい、2、1、言わんか。皆様こんばんは、ボードゲームニュースの時間です。キャスターの僕でーす。はい、終了、はいはい、終了、はい、終了です。終了です。終了です。え、そういう流れじゃないですかこれ。ダメです、全然。いや、これ台本にこう書いたらこういう流れじゃないですか。書いてないです。いや、書いてない。キャスターのヤマシーです。ですか、もうヤマシーさん、ほんまにやめて。すいません、じゃあチャットします。はい、チャットします。じゃあほんまにやめて。いや、こう赤いやつ、先輩にガチのそれで言われたらやめな、赤いやつ。急に一応もなんか言うたって。竹山さんもあれ、カンニング竹山さんもね、やっぱこの YouTube のやつ緊張してはると思う。いや、誰がカンニング竹山やねん。髪の長しからとかメガネとか似てるけど。昼のカンニング竹山さん。誰が昼のカンニング竹山さんや。もう一回行こう。いや、もう一回ちゃんとやります。はい、はい、ちゃんとやります。はい。はい、いや、まあまあ、ほな、もう一回急出してもらおうか、奥さんに。はい、お願いします。はい、それでは本番入ります。多いねんな。3、2。言わへん感じな。皆様、こんばんは。ボードゲームニュースの時間です。キャスターの山重です。22日午前、市内南部の郵便局に男が押し入り、フェロモンのような液体を撒いた上で、職員を、極めて鋭利な松井棒で脅し、現金およそ9万円を奪って逃げました。また直前に近くの幸せのパンケーキ兼養豚場にも一輪のタンポポを持った男がお尻すみません、失礼しました。一輪のタンポポを持った男が、お尻何も取らずに逃げた事件が発生しており、警察は関連性も調べております。男は年齢が30代から40代ぐらい、身長は170センチほどで、小太り、黄色い小太り2回言うな。バイク、川崎バイクの身長は170センチほどで黄色い、身長は170センチほどで小太り、黄色い小太りをかぶっており、鈴木のちょい乗り。あるけど、やね、なんやねん。鈴木のちょい乗りで逃げたものということです。終了。無理やって、無理やって、こんなもん。それでは今のニュース番組キャスター山氏さん、
成功してたか丸か×で、はい、判定お願いします。せーの、バツ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 、ダメー、大バツです。満点バツ、あかん、連発、あかん、殺到や、失礼しました、止まってたよ、いや違う、無理やって、何やねんこれ、ちゃんと呼んでよ、なん想像してよ、ちゃんとフェロモンのような液体を撒いた上で、想像したから笑ってるの、イケメンなのかな、イケメンなの、ちょっと君は極めて鋭利な松井棒、備え尖ってへんねん、あれ拭くためのもんやねん、あれ直前にも幸せのパンケーキ、幸せの養豚場、どこやねんそれ、一輪のタンポポ持って、一輪のタンポポ持ってこいつないやねん、一輪のタンポポ、何するの、告白する、告白する可能性もある、バリキモ告白やった可能性もある、何も取らずに逃げたから、何も取らずに逃げたからね、事件、うん、じゃないからな、ほんまお前の心を盗みたかったけど、あーなるほど、ほんな、はい、もっとええ花持ってきや、その辺で積んだやろはい、で身長107センチで小太り、黄色い小太りをかぶってやっぱりが肩車してるだけやん、そんなもん黄色い小太りをかぶってる、どういうことなんやろ、小太りインコブ、オンコブ太りか、オンコブ、オンコブ、その鈴木のちょい乗りで、鈴木のちょい乗り小太りあるけどね、鈴木のね、CM か、はい、もうダメダメですよ、こんな、まあ、笑うてこんなもん、そんなダメダメキャスターだ。ちゃんとキャスターあるまじき。確かにそうやね。そうやね。キャスター失格やけども。竹山さんバイキング出れないですよ。いや誰が竹山さんやねんって、だから違うんやって。めちゃくちゃ寄せて切れてるじゃない。濡らした方が。違うんだよ。違うんだ。竹山じゃないんだよ俺。やらしいだよ。じゃあ早速ねチェアマンのささみさんにもね、はい、ちょっと聞いてみましょう、どうでしたか、やましいの、はい、ちょっと笑いすぎでしたねいや笑うってこんな不採用ですよね、不採用とか、おい潰し合いはやめようぜやっぱどこが一番笑ってました、あのやましいさんは、そうですね、こぶとりオンこぶとりにやっぱりちょっとこれちょい乗り動かないんじゃないかなって思ったこぶとり2人は小太りやったら批判ですかね、重量オーバーかなっていやもうほんまかんはもう、はい、というわけでございまして、ま、はい、やましさんのチャレンジは終了でございます、こんな感じでいいですね、どんどんいきたいと思います、楽しいね、はい、じゃあね、早速2人目いきましょうか、2人目が、はい、あ、キャスターが沖さん、ここで沖さん、あ、僕ですか、あ、マジか、沖さんなんですよ了解です、はい、じゃあ沖さんに呼んでもらう原稿こちら、はい、お、あーなるほどね、コンビニ有料化決定、あ、なるほど、結構ちゃんとしたニュースですね、そうですね、うん、あの本間のやつ言うとね、はいはいはい、レジ袋とか、そうですね、ストローとかね、いろいろありますけど、イートインとかね、とか値段も変わるしっていう、あ、でもこれ僕あのめっちゃ気持ち込めれますわ、スーパーでも10、はい、あ、確かに、あ、何やろ、もう18年ぐらいバイトしてるんでスーパーで18年バイトしてる、めちゃくちゃバイトしてるやん、高校に息子が高校卒業してます家スーパーってことめちゃめちゃ人生スーパーなんで、ほとんど関西スーパーみたいに、ちなみに奥さんがそのバイトしすぎてて、うちのバイト先の店長ももう奥さんの店行ってきてって言うぐらいになります、あーなるほど、いつもありがとうございます、今日奥さんの店行ってきてって言う、あ、じゃあこれはすごい有料化の話、めちゃくちゃちゃんと気持ち込めていきますわ、ね、ちゃんと気持ち込めてくださいね、はい、奥さん了解です、楽しみです、はい、ほんまに笑いです、じゃあ、他のねメンバーに埋めてもらうプランがこちらです、はい、でわ、はいはい、トップバッターが、はい、僕ですね、わお、で2番ユウ、3番ミッチョン、いやでヤマシ、はい、5番目僕、もう1回ヤマシ、はあ、ちょっと荷が重いな、はい、さあそれでは早速欄埋めてみましょう、スタート、わほーい、さあ書けましたか、はい、はいはい、じゃあ早速ね、じゃあこれ急だし、せっかくですか、ミッチョンにやってもらいましょうか、なるほど、じゃあ行きましょう、じゃあそれでは参りましょう、本番です、はい、お願いします、熱いタイプの、よろしくお願いします、それではいきましょう、それでは本番です、それでは、はい、3ボドゲブニュースの時間です、1月から全国のコンビニで顔読めよ、読まないとジャイアントスイングが有料になります、これはヤクルトをもっと、ヤクルトもっと大きくなる運動、
を進める世界情勢を受けたもので眠たいんかな日本も国際社会に後れを取らないようジャイアントスイングを有料化することに決めましたジャイアントスイングの原材料であるおでんの旬だ糸こんにゃくが順に地位来た失礼しました。おでんの旬だ糸こんにゃくは環境汚染を起こし、あ、でもすごい笑ってない、海の思い出トゥ思い出を壊したり人体への悪影響も及ぼすとされています。一方で法不結局失礼しました、一方で法不結局隣の西川のりおくんと金さんの区別がつかず完璧のもうないのになんもう大丈夫ですよ。なんか思い出した誰か死んだ万引きの区別、万引きが増加しそうだなど懸念の声も上がっています。終了はい、というわけで、今のですね判定していただきましょう。キャスターとして合格不合格お願いします。せーの、いやこれ罰でしょ。あ、罰が多い丸一個ということでダメー。あー優しい、くしゃみこらえてるみたいな顔でそうそうそう、ずっとなんか深刻 な何あれ、泣いてたそう一発目からそうみたいな、ずっと なんで読まへんって何。いやちゃんですよ、ちゃんと僕気持ち込めたんですよほんまに、はい、だから想像して、はい、だからジャイアントスイングがあるでしょ有料化される全国のコンビニで、はい、別にやるのは無料やったんですけど今まで。ジャイアントスイングですよね、はい、ジャイアントスイングですよね、はい、これはだから何でしたっけ、ヤクルトもっと大きく、もっと大きくなれ運動これ誰ですか書いたん。いやこれ僕です。これ何ですかこれは。これだからヤクルトがちっちゃいからもっとこう、はい、青やヤクルト小さい、知らんやんがあるんですよ。知らんやん、勝手に大きせえや。それはヤクルト世界でそういう動きがあるんです世界にあったってこと。世界がそれ、うん、世界のヤクルトレディーが、なるほどなるほど、で、まあ、遅れを止まないようジャイアンツに有料化を決めたと。でジャイアンツ原料が原材料おでんの旬だ糸こんにゃく。単純に字汚くて読めてない。読めてない。あの糸こんにゃくの糸が今からなんか糸編で書きそうな糸やね。糸編の糸でしたね。単体の糸じゃないですもんね。単体の糸。単体の糸です。でちゃんと字汚いね。旬だの言うとんが同じぐらいちっちゃいね。ほんまや。ちゃんとねコンビニがありましたけど、海の、海の思い出トゥ思い出です。思い出トゥ思い出ね。思い出という、そう思い出という思い出をちょっとふざけて思い出トゥ思い出にしたんです。ああなるほどな。うん、ね、はい、壊したり覚えをして一方で悪影響。これやばい。これ悪影響。最悪やこれ。これやばい。ほうほう漁業前の山田くん、前の西川のりおくん。いやだから僕ほんまに普通に山田くんのつもりで行こうとしたんですよ。はい、だってのりお師匠出てきたんで無理でしたねほんまに。と銀さんの区別がつかない。これめっちゃやばい。これやばい。髪型がね、髪型似てる。ちょっとね、色でね、ね、うん、色がね、何やね、お年もね、うん、近くはないやろ、だいぶ離れてる。ーいやーい、ね、マジ悔しいっすわ。これはさすがにね。これはね、さだみさんどうでしたかね、はい、今のは全くこらえれてなかった。そうですね、笑ってましたね。途中まで良かったんですけどね、でもギリギリ。そうですね、ギリね、ギリね。ちなみにささみさんはコンビニでジャイアントスイングはよくされるんですかね。そうですね、じゃあよくしないですね。そりゃそうだ。どんな聞き方してんねん。無料でもせんやろ。もっと大きくなれ運動もしない。それはちょっと参加したいかもしれない。参加したい。ピルクル飲んどけ、ピルクル。ピルクル飲んどったらいい。ピルクルとビックル。ヤクルト1000のでっかいやつが欲しい。確かに。みんな言う、みんな言う。